時々余裕のダラダラゲームチャンネル。エリー、ここにいるのか？ニック？なんてこと、本当にニックなのね。うん、この顔を他の誰かの顔と間違えるのは難しくないか？うん、死神に向かって笑っていればいつか死神が笑い返してくれるよ。助けてくれる友達がいる間はダメだな。ニックをこの事務所、それに仕事も守ってくれたのね。ありがとう。自分自身のことを進めたいんだが。ええ、もちろん。ちょっと片付ける必要がある小さな事務仕事があるの。どうやって見つけてくれたのかわからないけど、報酬に見合うことをしてくれたから。はい、緊急用の資金から、それと少しおまけをつけたわ。ねえ、仕事を探しているなら、それで探偵の帽子をかぶるのが嫌じゃなければ、ニックは絶対新しいパートナーを活用すると思うわ。まあまあ、一つずつ行こう、エリー。まず新しい友人が助けを求めているんだ。よし、仕事を始めよう。座って、楽にしてくれ。行方不明の人間を探したいとき、厄介な箇所は些細なところにある。分かることは全て話してくれ。どんなに痛みを伴うにしても。妻は殺された。ショーンが連れ去られるのを止めようとしたら、奴らが。大丈夫、それ以上は言わなくていいわ。ということは冷酷な殺人鬼たちが相手だ。だが奴らは何かがうまくいかなくなって暴力に頼る羽目になった。他に話せることは？事件の時はボルトにいた。ボルト111だ。一種の冷凍睡眠施設だった。冷凍されていたんだろ。その上地下にいた、封印されて。一人の人間を連れ出すには結構な障害だよ。他に覚えていることは？男と女がいた。奴らはあまり口は聞かなかったけど、私のことをバックアップと呼んでいたのは覚えている。つまり小さなチーム、プロ集団だな。仕事中は口を閉じていられるような連中だ。だがお前をバックアップと呼んだ意味はわからない。他に覚えていることは？息子のショーンを探している。まだ1歳になっていない。なぜ連れ去られたんだ？いい疑問だ。なぜわざわざお前の家族を選び、なぜ赤ん坊をさらったか。誰かが赤ん坊の世話をするだろうが、赤ん坊の世話は手間がかかる。これで確認できた。こいつは思いつきの誘拐ではない。息子さんを連れ去った奴には計画があった。うん、連邦には人を連れ去る集団がいくつもある。レイダー、スーパーミュータント、ガンナー、そしてもちろんインスティチュート。インスティチュートの仕業だと？まあ、奴らは連邦の都市伝説ってやつだな。何かがうまくいかないと誰もが奴らのせいにする。理由は簡単だ。初期型人造人間は部品を求めて街中を荒らし、邪魔になるものは全て殺した。それから新型ができた。人間みたいな出来の良さで街に浸透し、影から操るようになった。最悪なのは、そうする理由も奴らの計画もどこにいるのかも誰も知らないことだ。そして俺自身、人造人間なんだ。捨てられたプロトタイプだ。プロトタイプなのか？知る限りではね。自分のような人造人間には会ったことがない。古い方はとてつもないバカで、全身金属製だ。それからほとんど人間と変わらない新型がいる。俺はその中間のどこかだな。
奴らのことを何も知らないのか。本当に何らかの安全装置のせいで記憶が飛んだり遮断されたりする。それは俺だけじゃないんだ。捨てられたり置き去りにされたり、インスティチュートから逃げ出したりした人造人間は同じ問題を抱えている。何らかの安全装置だな。いずれにしてもショーンを見つけなければ。その通りだ。憶測だけでは本筋からそれる。目撃したものに集中しよう。誘拐犯の外見はどんな格好だった？あの声は決して忘れない。低くて険しい。顔に紙やすりをかけるような声だ。うん。短く、しかし強く命令する声がした。かなり遠くで柄の悪い連中を呼んだと。他には一人は真正面に来た。ハゲ頭で左目に傷があった。待て、ありえない。ケロッグという名に聞き覚えはないか？そいつは誰だ？そいつがショーンと一緒だと。偶然にしてはできすぎだ。エリー、ケロッグの事件のメモは残っているか？特徴は一致します。ハゲ頭、傷、危険な傭兵仕事をするという評判。でも彼の雇い主は誰も知らないんです。そして奴は町に家を買ったんだな。で、子供と一緒にいると？ええ、その通り。家は荒れ果てたウエストスタンズにあります。彼と一緒にいる少年は10歳くらいです。奴はここに住んでるのか？まだこの町に。二人ともかなり前に消えた。記憶が正しければ家はまだ残っているはずだ。ケロックの最後の住所まで歩いて行ってみようじゃないか。奴の行き先の手がかりが見つかるかもしれない。あの辺りに警備が行くことは滅多にないけど、それでも二人とも気をつけて。いつだって気をつけてるさ。エリーには聞かせたくなかったから、ここで話しておく。ケロックの失踪以前に、奴について知り合ってたことは悪い知らせばかりだ。奴はただの傭兵じゃない、プロだ。素早く、手際よく、完璧。敵はいない。なぜならみんな死んでいるからだ。あんたを除いて。だが十中八九、奴が探している相手だ。特徴ある外見を教えてくれたからだけじゃない。手口もみんな奴の。少人数の集団を率いて赤ん坊を誘拐し、後々のために両親の片方を生かした。連行にいる傭兵でそんなことを成功させられる奴は多くない。周囲を見張っててくれるか。こいつを開けられるかやってみる。こいつはでかい銃だな。何か隠しているのか。けど試してみてくれ。いいね。
さてよく見て回ろう。ケロクは何かを残していったはずだ。狭く思えるって？ケロクのようなやつなら何かでかいことを考えてそうだな。何もない。あの机は調べたもん。なんか変だ。しっくりこないものを探してくれ。スイッチとかボタンとか。見てくれ、傭兵のお気に入りの品ばかりだ。グイネットシュタウトビール44口径の弾丸、それに葉巻、サンフランシスコサンライツ。興味深いブランドだな。だがこのままでは何の手がかりにもならない。何か提案は、ニック？ドッグミートはどうだ。彼のような連邦の犬は人の匂いを何キロも追跡できる。彼を捕まえて匂いを嗅がせてみよう。後を見つけるかもしれない。出発前に一言。これが個人的な案件なのは分かってる。ケロッグと一人で対決しなければならないというならそう言ってくれ。それから連れはもう十分いるだろう。たった一人の男を追うのに大勢で連邦中を嗅ぎ回るのはダメだ。何かアドバイスは？ケロッグが本当に息子を誘拐した相手なら奴は危険な男だぞ。危険なのはあんたもだが、奴を恐れる必要はない。連邦に何を投げつけられようとも恐れることはない。さよならニック。これで最後じゃないといいが、戻ってくるときは無事な息子と一緒であることを願うよ。幸運を祈る。助けが必要ならいつでも訪ねてくれ。ドッグミート、匂いを嗅ぎ分けろ。いい子だ。何か分かったか？背後に気をつけて。インスティチュートはすぐ後ろにいる。ケロクをかなり追い詰めてる感じね。
匂いが消えたのか。そのジャンクを引きずってくつもり？サンフランシスコサンライツ、ケロッグのお気に入りだ。いいぞ。よし、奴を追いかけよう。一筋縄じゃいかないわね。どうした？何を探してるんだ？ケロッグはここだ。追跡を続けられるものを探そう。血染めの包帯、ドッグミートはこれを追いかけられる。一緒にいなくちゃいけない。少なくともケロッグを見つけるまでは。よし、奴を追いかけよう。ケロッグってやつ、この手で殺してやる。あいつを探してこんなに歩いて地獄を見てんだから。注意せよ。夢でもあの犬が吠えてるって聞いちゃいそう。警告、重大な。警告、重大な。注意、アソシエイト。武器をすぐ下ろせ。ここには何がある？エラー、システム崩壊、
脚部の反応がありません。道が消えた。ケロッグのものを何か探さなければ。アソシエイト、武器をすぐ下ろせ。ここには何がある？エラー、システム崩壊、脚部の反応がありません。ここで何があった？エラー、オペレーター破損、脅威レベルオメガ、破壊されました。まだ追跡中だ。あまり遠くを行ってないことを祈るよ。こいつが目的の男だったのか？一緒にいなくちゃいけない。少なくともケロッグを見つけるまでは。ここか？ここにいるのか？小さくて賢い犬がケロッグの元へ連れてきてくれた。あの子を走り回らせて遊んでやって、ささやかに再会を楽しんだな。
のセンサー読み取りを検知。誰かいるのか？あの、移動を検知、移動記録。おい、何が？さあ行こう。いいね。出てきてください。下に参ります。調整しなければ。敵のセンサー読み取り。なければ冷凍食品だったが、最後に会った時は豆とアップルコブラの近くでな。ありえなくはないですね。
やった。何なの？さんたちに科学的なものを渡したら行こう。
敵のセンサー読み取りを検知。人間を。誰かいるのか。現地から逃れ続けるのは不可能。ロックオン中。ヘレンから出てくるのを一日中待ってたの。もっと頻繁にやりたいね。移動を検知。表面インスティチュートの命令によって殺さなければなりません。根性も意志の強さもあるのは認める。立派なことだ。だがまるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしているぞ。いいね。まだ間に合う。やめるんだ。 U ターンして出て行け。その選択肢は残ってる。そう言える奴は多くはないが。これはハッキングできない。さあ行こう。素晴らしい。はあ、やったな。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちは非番でな。話をしようじゃないか。悪来たんだな。息子はどこだ。ショーンはどこなんだ。
こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。こっちの舞台が少し大きかった。それだけだ。ショーンはいい子だ。思っていたより少し年上だったろう。どうだ。だがよくやっている。ただここにはいない。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。この傭兵野郎、息子はどこだ。使い古された言い回しがあるよな。すごく近いのにすごく遠いか。それがショーンだ。だが心配するな。あの子が無事で幸福だと知って死ぬんだから。思っていたより少し年は上だが元気だ。少なくとも愛のある家にいる。インスティチュートに。それでどこにあるこのインスティチュートってのは。どうやったら行けるんだ。おい、聞いてなかったのか。インスティチュートは見つからない。インスティチュートが見つけるんだ。クローゼットを開けたってただのクローゼットだ。中に隠れている怪物は絶対に見つからない。そいつがクローゼットから飛び出すまではな。だがもう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているだろう。だから準備はいいか。覚悟はできている。問題はそっちはどうなんだ。この技術はほぼ人間じゃなかった。いいね。何を読んでる。
上に参るよ。我々に危害を加える意図はない。